ありがとうございます。前走ちょっと案外な結果でしたけれども、そこからの巻き返し、期しての一戦だったと思いますが、レース前の馬の感じいかがでしたか？そうですね、いつもちょっとこうおとなしすぎちゃうというか、まだまだこう気象的に、こう成熟してない、競走馬として成熟してない面があるんですが、今日は初めて競走馬らしいファイトを見せてくれたと思います。道中じわっと先頭に立ってマイペース、直線では後ろとの差5馬身という差をつけての勝利でした。全体振り返ってレースぶりどのように評価いたしますか？そうですね、何か行く馬がいれば行かせて 2,3 番手っていうのが理想かなと思ったんですが、他に行く馬もいなく、もし逃げる場合には先生の方からあまりこうペースを緩めずに行けという指示でしたので、そのように騎乗して、いい結果が出てホッとしてます。来年に向けてまた楽しみな結果になったと思いますが、期待はどの程度膨らんだでしょうか？いや、そうですね、前走が大きく負けてしまって、すごく残念でした。しかし今日改めてこの馬の可能性を感じました。気性も体もまだまだ来年でこその馬だと思うので、無事に成長していってもらえればと思います。そしてモニタイ特集開催前半戦好調に見えますけれども、この勢いで年末、そして今回戦、そして年末に向けて走っていきたいところじゃないですか？そうですね、今週は調子いいですけど、毎回こうならいいんですけど、やっぱり競馬っていうのはなかなか難しいもので、ただ僕のやることはやっぱり変わらず一生懸命騎乗することなんで頑張ります。それでは声援をくださいましたファンの皆様にもう一言、森岸からメッセージお願いいたします。はい、そうですね、人気に押されていましたので、いい結果を出すことができてホッとしております。前回うまくいかなかったのですが、再びチャンスをいただけたオーナー、調教師の先生、厩務員さん、本当にみんなに感謝してます。ありがとうございました。